その戦争をアメリカが今やってるっていうことを日本の人がどこまで認識してるかっていうことなんです。アメリカと日本は価値観を共有してるっていうふうに今の政界、経済界、思想界、マスコミ界の主流の意見なんですよ。先ほど言いましたように戦争っていうのは完全に価値観を伝統させてるんです。日本は戦争をしない国っていう憲法を持ってる国なんですね。アメリカは今戦争をしてる国なんです。どうして価値観がを共有してるっていう言葉を使うのか、また本気でそう思う、どうしてそういうふうに思えるのか。世界で原爆を落とした唯一の国はアメリカですよ。落とされたただ一つの国は日本なんです。それが価値観を共有していると言ってしまったら、歴史をどう認識すればいいのか。また、今のような価値観を共有しているというような言葉を沖縄の人に向かって言えるか、広島、長崎の人に向かって使えるのか。この点は私は今日皆さん方にぜひお話ししとかないといけないことだというふうに思うわけなんです。日本とアメリカとが価値観を共有しているって言ってしまったために、またそういう立場を取っているために、今起こっている現象っていうのは極めて複雑回帰になってしまっているんです。すらっと説明できないことばっかりなんですね。私は外務省でこういうもっと人数多かったんですが、現役 OB の方を含めて今のようなお話をしたことがあります。元駐米大使だった方も数名いらっしゃいました。その大使に向かって私は質問しました。日本とアメリカとは価値観が違うということを外交の上で言い切れますか、質問しました。もう外務省の OB の中でもトップに近い方が、品川さん、それは無理なんだっておっしゃるわけです。それができるのは今は国民だけなんだ、もう外交官の力ではできないんだ。しかし日本が、政府が出してくる、国会が出してくる改憲案に関して、9条を廃止するっていう動きに対して、国民がノーと言ってしまえば、日米の価値観は違いますということは、はっきりと世界に向かって宣言することになるんで、外交官ではできないんだ。
国民の出番になったんだ。それを言ったらおそらく世界史が変わるんじゃないか。今の国民があくまで日本は戦争をしない国として行きます。その国にふさわしい経済政策を取ります。そう宣言すれば世界2位の経済大国の日本はその政策を本当にやれば世界史は変わる。ベルリンの壁が崩れたどころの騒ぎじゃない。日本が今あくまで九条は守ります。それを国民が宣言すれば国民投票でノーと言ってしまえば今のあなたがおっしゃることは可能になるんです。そういうふうにその方が言われて、列席した現役の方たちは拍手されました。これは私にとっては非常に大きなショックというか収穫でした。日本の国民が世界史で本当の意味で出番が来てるんです今。しかしもう私はそういうことを自分の目でそういう大きな変化を見る年じゃないだろうと、皆さん方のに本当に心からお願いし、そういう形の日本は作れるんだ、そういう自信を持っていただいて、最初に申し上げた人間っていう、戦争は天才とか地変じゃない、戦争を起こすのも人間ならそれを許さず止める努力ができるのも人間だって、そのギリギリの選択の最後の決定権は皆さん方が持っておられるわけなんです。誰かがやったからこうなったなんていう言い方はもうできないんです。そういう国としてこれからの日本を支えていただきたい。私が初めて日本国憲法草案を見た時の涙っていうのをお伝えして今日のお話を終わりたいと思うんですが。